どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、カルディで買ってきたシリーズとしまして、こちら台湾フライドチキンの素のご紹介です。はい、こちら台湾フライドチキンの素ジーパイのご紹介です。8種類のスパイスをブレンドし、本格的な台湾のジーパイの風味を再現しました。中でも唐辛子、シナモン、お味を効かせ、甘辛いやみつきになる味に仕上げましたとのことです。台湾の屋台とか行くと、もう顔ぐらいあるね、大きいフライドチキン売ってるんですけれども、それがね、家庭でも簡単に再現できるということで作ってみたいと思います。はい、今回ね、至って作り方は簡単です。まずね、鶏もも肉を 550g ほど準備します。そしてこれをね、ちょっと広げていきます。皮の方にはね、味が染み込みやすいようにフォークでちょっと刺しときますね。そしてね、この鶏肉を調理用の袋に入れまして、台湾フライドチキンの素、チーパイの素を入れます。皮はね、中身は2つ入ってます。550に一袋ですね。だからドロッと、あ、すごい匂いが、いい匂い、あのスパイスの香りがね、すごい効いてますね。これを揉み込みます。あ、めっちゃ簡単やな。はい、そしたらね、このまま30分から40分寝かしていきます。はい、というわけでね、30分経ちましたんで、これをね、片栗粉につけて揚げていきます。あ、すごいね、いい香りがしてますよ。もうちょいね、大きいやつの方が良かったかな、鶏。はい、こんな感じでね、出来上がりました。ちょっとね、白飛びしてるかもしれないですけど、こんな感じですね。これはね、あのニトリで売ってる、水分は上に出るんやけど油分が飛ばないっていうネットです。便利です。完成しました。おい、こんな感じですね。はい、伝わるかな。まあまあ大きい、こんな感じです。はい、香りはね、完全に台湾のあの独特のスパイスの香りがしてます。それでは早速食べてみましょう。それではいただきます。うん、おいしい、めっちゃおいしい。香り、ちょっとね、ピリッと辛さもきます。うん、おいしい。うん、うん、うまい。八角は入ってないと思うんやけど、なんやろ、あのすごいね、あの台湾一度行ったことあるんですけどね、コンビニ入った時にふわんと香ってくる、あの独特の香りがすごいします。はい、というわけで本日はカルディで買ってきました台湾フライドチキンの素を使って大きいね、フライドチキン作ってみました。作ってる時からね、思ってたんですけれども、香りが完全に台湾でした。うん、あのね、
ね、まるでね台湾旅行行ったようなね気分になれるおすすめの一品でございます。こんなにね簡単に美味しくできますんで、カルディで見つけた際には買ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の動画は以上となります。この動画美味しそう、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。